エグゼクティブマンションとしてよく知られているバージニア州知事公邸とはバージニア州リッチモンドのキャピトルスクエアにあるバージニア州知事の公邸でありアレクサンダー・パリスによって設計された米国で最も古い知事の邸宅である1813年以来バージニア州知事とその家族の家として利用されてきたこの邸宅はバージニア州とアメリカ合衆国の州邸 国定歴史建造物であり、何度も改修と拡張が行われてきた。キャピトルスクエアのすぐ北に隣接しているのはコートエンド地区である。南北戦争中、同じくリッチモンドにあるバージニア州の州議会議事堂は南軍の事務所となっていた。1905年のエグゼクティブマンション。1779年にリッチモンドがバージニア州の州都になった時、 知事の住居はなかったため、トーマス・ジェファーソン州知事がこの住居を借りた。州は非常に貧しかったので、家賃を十分に払うことができなかったが、州は長い時間をかけて家賃を支払い、現在の建物の敷地に知事の住居として建てた。建物は1813年に完成した。トーマス・ジェファーソンの2代後の州知事であるジェームズ・バーバーが邸宅に住む 最初の知事となった。マンションという用語は、エグゼクティブマンションを建てることを許可するための法律では、使用されていなかったが、俗称として使用されている。庭園は、1950年代、知事の要請により、再設計された。ジェームズ・ギルモア知事のもとで、邸宅は歴史的な外観に復元するだけでなく、障害を持つ、アメリカ人法に準拠するため、階層及び拡張された。 アン・ホルトンは、邸宅に2回住んでいた。1970年代、父親のリンウッド・ホルトン・ジュニアが知事を務めていた時と、夫のティム・ケインが知事を務めていた時である。また、トーマス・ジェファーソン州知事の、娘マーサ・ワシントン・ジェファーソンはマンションに住んだことは、なかった。現在、ラルフ・ノーサム州知事が、邸宅に住んでいる。建物は1813年に完成した。 トーマス・ジェファーソンの二代後の州知事であるジェームズ・バーバーが邸宅に住む最初の知事となった。マンションという用語はエグゼクティブマンションを建てることを許可するための法律では使用されていなかったが俗称として使用されている。庭園は1950年代知事の要請により再設計された。ジェームズ・ギルモア知事の下で 邸宅は歴史的な外観に復元するだけでなく、障害を持つアメリカ人法に準拠するため、改装及び拡張された。アン・ホルトンは邸宅に2回住んでいた。1970年代、父親のリンウッド・ホルトン・ジュニアが知事を務めていた時と、夫のティム・ケインが知事を務めていた時である。また、トーマス・ジェファーソン州知事の娘マーサ・ワシントン・ジェファーソンはマンションに住んだことは、 なかった。現在、ラルフ・ノーサム州知事が、邸宅に住んでいる。ティム・ケインと彼の妻、アン・ホルトンが、リッチモンド出身の歌手、エディオット・ヤメンとその家族を邸宅に迎えたとき、全国テレビのアメリカンアイドルで取り上げられた。マンションの修復と改装作業は、2000年に、放映されたボブ・ビラのホームアゲインテレビ番組第10シーズンで放送された。 マンションの最も注目すべきテレビ放送は2006年1月31日就任して間もないティム・ケイン州知事が一般教書演説に民主党の反応を示した時である。邸宅の門にあるプラークでマンションの歴史を説明している。ありがとうございます。